こんにちは、ドグマです。まずタイトルにある通り、動画投稿は休止します。毎週金曜日に動画投稿をしてきたのですが、楽しみにされていた方、本当に申し訳ございません。一旦お休みをさせていただきます。なぜこのようなことになったのか、今回あったことをお話しますと、僕が今進めている心理学シリーズで完全に著作権違反をしていました。今まで歴史動画の作成に関しては、一つの教材だけでなく複数の教材を参考にし、自分なりに分かりやすく伝えようと台本にしてアニメーションで表現することで教養アニメーション動画というものを目指していました。心理学もそのままのノリでアニメーションとして伝えていこうとして、まあそこまでは良かったのですが、今回僕のいけなかったのは、それをあろうことか一つの著書を参考文献どころかそのままアニメーションにしてる。まあこれでは原作者の意図しないまま勝手に実写化されるような行為、まあこれは完全に著作権違反です。そのため今回の心理学シリーズに関しては全て削除しました。関係者の皆様、本当にご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。またシリーズを楽しみにされていた方も、本当にこのような形になってしまい申し訳ございません。いやいや、作ってて考えてわかるだろ、この犯罪者が。お前先日もアメリカ史シリーズで YouTube ポリシーを犯すようなこともしてたんだろ。最近このチャンネル血迷ってんのかよ。いや本当申し訳ない。立て続けにこういうことがあると本当自信を失ってくるよね。アメリカ史シリーズも含めて経緯をお伝えすると、うわなんだよ、急にアメリカ史シリーズが一部の部分で YouTube ポリシーに違反をしてると通告が来た。いや痛いな。てか一部の部分ってどこの部分だよ。2時間半もあんのにこれじゃ特定もできないよ。はあ、まあ正直何がいけないのか結局よく分かってないけど、とりあえずコロナ関係とかセンシティブな内容っぽいところは切り分けよう。もうこんなことにならないように、もっと活躍してる YouTuber の方の動画を参考にして作っていこう。では早速参りましょう。歴史ドリーム近代社会、おいしいお寿司で食べる動画。この人の動画の概要欄を見ると、この動画は出版社様から許諾を得て作成しておりますか。あ、こういうのはちゃんと許諾を申請して動画を作成してるんだ。確かにそうした方がいいよね。後から揉めたらまたアメリカ史シリーズみたいになんか削除したりするのが大変だしな。じゃあ僕の動画も今後作ろうとしてる動画に関しても出版社に問い合わせをして許諾を取っていこう。てなことで、アニメーション動画を作ってますので許諾しくよろっと。お、早速出版社から返信が返ってきたぞ。何何？ドグマ様、お世話になっております。ハニワ出版社著作権担当の鉄人と申します。お問い合わせの件についてですが、お前何考えとんねん。むしろめっちゃ著作権に引っかかっとるところに許諾することなんてできるわけあらへんから、こういう許諾ができるなら著作権担当なんて存在する必要あらへんやろ。どのつなさげて僕は会社からじゃあ給料もらうんや。そうしたらわかるやろ。いい加減にせえや。著者の権利にかかることや空気読め。ほらな、これはやってしまった。いや認識が甘すぎた。本当僕はもう何をやってるんだよ。いやいや、こっちがいいけよ。どんなに脇の甘いチャンネル運用してんだ。にしても今後どうしていくんだよ。とりあえず心理学シリーズでずっと準備を進めてきたから、今は全く何もない状態なんだよね。週1で動画投稿してきたのもすでに3本分ぐらい先に仕上げて進めてたから、何にも準備がなかったらグダグダになってしまうし、一旦ここで動画は休止しようと思うよ。次の方向性はちょっと決まってるから、まあ次のシリーズでは脇を固めながら準備を進めていこうと思うよ。え？で具体的にどれぐらいかかりそうなんだよ。どうだろうね。とりあえずリアルタイムを知りたい方は概要欄に僕のツイッターを貼っておきますので、そこでツイートを見てもらえばなんとなく情報を発信していこうかなっていうイメージなんだけど、まあただイメージとしては4月後半に、まあ遅くても5月には次の動きを出せるように動いてはいきたいです。まあ失敗して早々なんですが、いろいろ手探りしながらこのチャンネル育てていこうと思いますので、末永く見守っていただければ幸いです。タック処方の処方でつまずきやがって、もっと考えてから運営しろよな。てかこのキャラも大丈夫なのかよ。大丈夫って何がだよ。あ、俺の目からしたらめちゃくちゃ見たことあんだけどよ、これ何なんだよ。それはグリの何かの勘違いだろ。え、その勘違いが今回のようなケースを生んだんじゃねえのかよ。ごめんなさい。